メモリ、これで一通りの項目にアクセスすることができます。結構揃っているな。今まで不明なところも多かったルバーチェの情報、まとまった形で確認できるのは初めてかもしれないわね。そんじゃまあ一通り目を通していくか。ああ。なるほど。今まで聞いていた話が的確にまとめられている感じね。しかし改めて見るとやっぱりとんでもないですね。ああ、非合法なビジネスで相当儲けまくってる感じだな。それに軍隊経験者もかなり多そうな感じだし。ああ、前に下っ端と戦った時かなり手ごわかったのも納得だぜ。でもあの時の軍用犬そのまま運用しているみたいですね。私たちが捕まえたのも無駄になったというわけですか。そうだな。ちょっと虚しくなるわね。なんつうか印象的なおっさんだな。ユーモラスな外見ですけどやってることはえげつないです。それに思っていた以上に柔軟で頭も切れるみたいね。帝国寄りなのに共和国方面にもコネクションを持ってるなんて。相当厄介そうな相手だな。柱の人、両兵団の出身だったのね。西風の旅団、どこかで聞いたことがあるような。大陸西部において最強と謳われた両兵団の一つだ。その部隊長をやってたってことは相当な戦闘力なのは間違いねえな。キリングベアって名前も何度か耳にしたことがある。そうか、確かにすごい迫力だったけど。でもやっぱりランディ、そういうのは詳しいんだな。昔噂で聞いたくらいだけどな。これがハルトマン議長。なんつうか政治家ってより帝国の大貴族って感じだな。しかしあの鉄血宰相と会見したってのはマジなのか。ええ、非公式ではあるけれど去年の春頃オズボーン宰相がクロスベルを訪れたらしいの。おじい様には会わずにハルトマン議長とだけ会談してすぐに帰国したらしいけど、一時期各国の政界ではその話で持ちきりだったみたい。そんなことがあったのか。鉄血宰相、相当有名な人みたいだけど。何のために訪れたのかちょっと気になりますね。なるほど、今まで漠然としてたところがかなり見えるようになったな。ええ、冷酷かつ抜け目ないトップと歴戦の両兵だった若頭の存在、そしてハルトマン議長との関係ね。しかもその議長ってのはあの鉄血宰相とも何かしらの関係があるんだろう。確かにクロスベルの警察が全く手を出せないのも納得だぜ。そうだな。待ってください、渡されたメモリークォーツの中に隠されたデータがありました。隠されたデータって隠したってんなら
あのガキが隠したんだろう。ええ、どうやら私が気づくか試そうとしたらしいですね。後でお仕置きをしないと。それはともかく、その隠されたデータも見れるか。ええ、お茶の子さいさいです。な、これはシュバルツオークション。エステルちゃんたちが言ってた例のイベントってやつか。あのガキ、シャレた真似をすんじゃねえか。どうやら本当に存在するイベントのようですね。それもルバーチェ絡みですか。ああ、怪しいとは思ってたけど。よし、とにかく見てみるか。割にはかなり大規模な催しですけど。いや、警察とマスコミには厳重に規制がかかってんだろう。でもなけりゃこんなもんが表沙汰にならねえわけがねえ。その通りだ。課長、お疲れ様です。やれやれ、まさか自力でそこまでたどり着いちまうとはな。まあいい、ここじゃなんだ、そっちの部屋で一通り話してやろう。それじゃあ、あのファイルにあった情報は全て事実ってわけですか。ああそうだ、誰が調べたもんかは知らんが、なかなか的確にまとめてやがるな。でも警察の上層部では全て掴んでいるんですよね。ああ、全員とは言わねえがな。警部クラス以上はもちろん、一課の連中は全員知ってるはずだ。遊撃士協会だって、受付やアリオスあたりだったら、とっくに承知しているだろう。これも壁ってわけですか。ああ、とびきりでかい壁だ。基本的に俺は、お前たちの行動に制限をつけるつもりはないが、シュバルツオークションにだけは手を出すのはやめろ。お前たちには荷が重すぎる。でも。おいおい課長、言葉を間違えてんじゃねえよ。俺たちに荷が重いってより警察そのものが動けねえんだろう。それだけの有力者を招待して、しかも実質的な主催者の一人が、あのハルトマン議長。そんなの動けるわけがないわ。民間人に危険が迫らない限り遊撃士協会も動けませんし、誰も手が出せないということですか。だからといって。悔しい思いをしてんのはお前たちだけじゃねえ。特に一家の連中は毎年歯ぎしりするような思いだろうさ。非人道的な催しだったら、それこそギルドに動かれる前に意地でも突っ込むところだが、どうやら出品物が黒い以外は豪華なパーティーってだけらしいからな。実際下手に手を出しまったら支援課ごと潰される可能性は高い。だから今回ばかりは俺もお前らを止めざるを得ない。ま、そういうことだ。やれやれです。納得しろとは言わん。え、だが現実を直視し、自分たちに何がどこまでできるか見極めるってのも時には必要だ。そしてその悔しさを忘れない限り、いつかきっとチャンスは来るだろう。お前たちが諦めなければな。わかりました。この件に関しては手を出すのはやめておきます。
ロイド、ロイドさん。やれやれ。起きろ。いつまでもグースか寝てんじゃねえよ。うん、ったく仕方ねえな。ほらとっとと起きろっての。あれったく、どうして俺が野郎なんかを起こさなきゃならねえんだっつの。朝チュンでハンラの姉ちゃんに優しく起こされるのが俺様のスタイルだっつのに。そしてコーヒーなんか入れて二人でまったりと、いやいやそのままガバーッといっちゃうのも悪くないがね。ごめん、ランディの妄想に付き合えるほど頭が回ってないみたいだ。もうミーティングの時間なのか。ああとっくにな。お嬢とティオスケが朝飯作ってくれてるからとっとと食っちまおうぜ。そっか、すぐに着替えるよ。なんだよ、ランディってかっこいいよな。そういう気の使い方俺にはとても真似できないよ。バカお前、何こっぱずかしいこと言ってんだ。落ち込んでる野郎を慰める趣味なんざ持ってねえっつの。自分で言ってんじゃん。大丈夫、一晩寝たらなんか落ち着いた。悔しい気持ちは残ってるけどさ。そうか、ま、悔しがれ青少年。そうやって挫折を知ってこそでかい男になれるってもんだぜ。だから子供扱いするのはやめてくれって。すぐに着替えるから先に下に降りててくれよ。えいえい。さてと、記念祭も4日目、今日も忙しくなりそうだ。さてと、4日目の業務を始めよう。新しい妖精が入っていないか念のためチェックしないとな。そうね、今日は市内でパレードもあるし、逆に郊外に足を伸ばしている観光客もちらほら出ているみたいだし、紛失物とか迷子とかいろいろと入ってきそうですね。ま、そのあたりは正直全部は面倒見きれねえけどな。俺たちでやれる範囲のフォローをしていけばいいんじゃねえか。なあ、そうだな。はい、ロイドです。が、一区切りついたところだから大丈夫だよ。緊急の要請が入ったのか。いえ、ロイドさんたちに直接頼りたいという方がいまして、貿易商のハロルドさんとおっしゃる方なんですけど。ああ、知り合いだけど一体どうしたんだ。それが市内のパレードを見ている最中、お子さんが迷子になったそうなんです。そうか、わかった。どこで待ってもらってるんだ。警察本部の近くにある噴水の前のベンチのところです。どうやらその近辺でお子さんとはぐれたらしくて。わかった、すぐに行ってみるよ。はい、よろしくお願いします。どうしたの。ああ、貿易商のハロルドさんから俺たちに頼みがあるらしい。パレードの最中、お子さんが迷子になったそうだ。それは今日の人出だとはぐれたら大変そうですね。ってことは祭りには定番の迷子探しのミッションってわけか。
ああ、多分ね。警察本部近くの噴水前で待っているらしいから、とにかく事情を聞きに行こう。皆さん。どうも、お久しぶりです。その、パレードを見物していたら、お子さんとはぐれてしまったとか。そうなんです。私がしっかりしていなかったから、あの子が、ゴレンが。ソフィア、落ち着きなさい。すみません、皆さん。息子とはぐれたのは3時間ほど前。この広場でパレードが通過するのをちょうど見物している最中でした。すぐに妻が気づいて、二人でこの辺りを一通り探したんですが、見つからなくて。思い余って警察を頼らせていただきました。いえ、よく相談してくれました。どうやら私たちで手分けして探した方が良さそうね。ああ、巡回中の警官も今日ばかりは忙しそうだしな。そうなると割り振りを考える必要がありそうだ。そうですね。ま、別々に探して通信で連絡を取るのが一番だろう。私もお手伝いさせてください。でないとあの子が、ゴリンが。落ち着きなさい。皆さん、私たちは一旦住宅街にある自宅に戻ります。その近辺の捜索は私の方で一通り行いますので。なるほど、その方が効率的でしょうね。自分たちは手分けして他の外区を一通り探してみます。それから息子さんの手がかりになるものを何かお持ちではないですか。写真があれば一番ですけど。あ、ちょうど記念祭で撮った写真を現像してもらってたんです。確かここにこれです。かわいい。男の子なのに美人さんですね。コリン。ほら、一旦家に戻ってコリンが帰ってくるのを待とう。ひょっとしたら家の方に戻ってくるかもしれないし。でもあの時みたいなことがあったら。大丈夫だ、もう絶対にあんなことは。あの時何か事情があるみたいね。すみません、取り乱してしまって。すみません、ちょっと事情がありまして。いや、気にしないでください。そうだ、写真の他に普段コリン君が持っているような品物はお持ちではないですか。うちには警察犬もいますので、匂いでたどれるかもしれません。おう、じゃあこれを。あの子の持っていたぬいぐるみです。あ、ミッシーのぬいぐるみですか。それではお借りしておきます。まあ、焦ったって仕方ない。町の中にいる限りは安全だろうし、俺たちにドンと任せてくださいよ。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、息子をよろしくお願いします。さてと、どう手分けするかだけど、その前に。はい、呼んでみます。思念犯増幅斎藤、来て来て。斎藤、来てくれたか。お疲れ様。自分が来たからには大船に乗った気分でいるといい。その幼子の匂いは完璧に嗅ぎ当ててみせようだそうです。助かるよ。っていうか、来たばかりなのになんでそんなに詳しいんだ。やれやれ、相変わらずとんでもねえやつだな。まあ、それはともかく、この広いクロスベルどう分担して捜索しましょうか。私はサイトに同行します。彼の言葉を分かる人間がついていた方がいいでしょう。そうだな。だったらティオにはこのぬいぐるみを渡しておく。サイトに
コリン君の匂いを探ってもらってくれ。了解です。俺たち3人は手分けして外区を担当しよう。俺は歓楽街から裏通り、中央広場、駅前通り、それから西通り、ランディは東通りと旧市街全般、エリーは行政区と港湾区全般、そんな分担でどうかな。あら、あなたの担当だけ相当広い気がするけど。いや、行政区も港湾区も広いし、旧市街だって入り組んでいる。その点俺の担当はよく通る場所ばかりだから、ちょうどいいバランスのはずだよ。なるほど。ま、とりあえずその分担で始めてみようぜ。進展があったらお互い通信で連絡を取ればいいんだな。ああ、そうしよう。それではコリン君の捜索ミッションスタートですね。さてと、俺の担当はこの歓楽街と裏通りと中央広場と駅前通りと西通りになるか。闇雲に回っても仕方ないから、一つ一つ外区を当たっていこう。屋内に関してはキリがないから、受付の人を中心に聞いてみるか。あれ、お客さんがいない。そうか、午後のステージはもう終わっているのか。ロイドさん、あら、どうかしたの？イリアさん、リーシャ、お久しぶりです。新作大好評みたいですね。まあ当然だけどね。ロイドさんも初日に見に来てくれたんですよね。ありがとうございました。いや、セシル姉のおまけだから。でもステージは本当にすごかった。イリアさんはもちろんだけど、リーシャも改めて大ファンになったよ。そんな恥ずかしいです。あらら、お安くないわね。弟くんがナンパしてたってセシルに言いつけてやろうかな。ナンパじゃないですってば。もうイリアさんたら。まあそれは置いといて。なあ、あたしたちに会いに来たの？夜のステージまで時間があるから一緒にお茶でも飲む？ああ、いや、仕事で立ち寄ったんです。実はそれは心配ですね。確かにここって子供も楽しめる場所ではあるし、公演中に紛れ込んじゃった可能性はあるかもしれない。よし、ちょっと待ってなさい。休憩中のメンバーにも声をかけて入り込んでないか確かめてみるわ。そこまでお願いするつもりじゃなかったんだけど。ユリアさんって思い立ったら一直線ですから。私も見回ってきますから、ロイドさんはここで待っていてください。とりあえず劇場の中にはいないみたいな。すみません、お力になれなくて。いや、そんな、こちらこそお手数かけました。そのくらいいいわよ。一応劇団長と支配人にも男の子のことは伝えておきます。もし保護したら警察の方に連絡すればいいですか？ああ、それが確実だと思う。ありがとうございました。夜の公演も。弟くんの方もね。ノイドさん、またいらしてください。